こんにちは、平山茂です。今日はですね、5月18日火曜日でございますね。現在時刻は4時4分でございます。今日はですね、元気飯ありますかっていうね、皆さんの元気飯は何ですか。これを食べたら元気が出る、そんなご飯があるならね、皆さんちょっとコメントに入れてほしいんですけれども、僕はですね、これを食べたら元気が出るっていうのはもうマクドナルドなんですね。マクドナルドのポテトです。ポテトが大好きなんです。マクドナルドのポテトか、カルビーのポテトチップス薄塩、もしくはギザギザのポテト、あともう一個あげるならファミレスのココスのフライドポテト。ポテトが大好きなんです。ポテトが食べると元気が出る、ということなので、マクドナルドのドライブスルー来ました。まあ、元気がないわけじゃないんです。ただお腹が空いてるんです。僕今日お昼まだ食べてないんです。こんにちは、ご注文伺います。マックフライポテトの一番大きいやつと、はい、コーラの真ん中のサイズ、はい、ポテト L、コーラ M ですね。そうですね、はい、以上です。はい、お客様コーラは飲みながら行かれますか。はい、コーラをどうしてしてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。お会計が550円です。はい、お間違いなければどうぞ。はい、ありがとうございます。元気飯とか言いながらね、基本元気があるからあんまご飯じゃない、マクドナルド来てないんですけど、半年ぶりぐらいかな。マクドナルド高いっちゃ高いな、550円か。まあ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 、でも元気が出る。400円。あ、はい、はい、はい、ありがとうございました。どうも。あー、いい匂いがするなー。あー、ポテトのいい香りがする。あー、うわお、やばいね、やばいよ、早く食べたいよ。これさえあれば大丈夫。皆様はどんなご飯を食べたら大丈夫ですか。さあ、いただきますよ。マクドナルドのポテト、一番大きいやつ L サイズ、いただきます。ああ、元気がみなぎるぜ。基本手は使わないです。コーラも久しぶりだな。本当にうまい。さあ、元気が出たよ。大丈夫。もうダイエットとかね、本当そんな言葉はこの世からなくした方がいいと思う。太る人は太るし、太らない人は太らない。何食っても僕は太るけど、本当にうまい。あー、うまい。元気も出るし幸せにもなっちゃう。皆さんもね、大好きな元気飯を
たまにはやっぱ食べましょうね。それがまあ超高級な焼肉なのかもしれないし、ね、まあ、こういうマクドナルドのポテトかもしれません。人それぞれかもしれませんけれども、やっぱね、たまには元気飯をね食べてね、本当になんかいいですよね。なんか昔も思い出すし、昔ね、ちょっとね雨が続いたりしてますけれども、これはこれでね楽しんでいきましょう。ああ本当にうまい。いいですか、食べてるところは。もういいですね、すいませんね。さあということで、今日はねマクドナルドでフライドポテト、マックポテトですか、マックフライポテト食べるだけの動画でしたけども、まあこういう形でねちょっと元気飯を、僕の元気飯を紹介しました。皆様も元気飯食べて元気出して明日も楽しくいきましょう。大丈夫ですからね、大丈夫ですから。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。 また明日もねお会いしましょう。ぜひ皆さんの力飯じゃない元気飯、大好きなご飯、これを食ったら元気が出るっていうね、ハッピーになるというものをねちょっとコメントとかに書いてくれたら嬉しいなと思います。それをちょっと僕が食べに行きたいです。ということでまた明日も元気に行きましょうね。ではまた明日でございます。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。平山茂でした。いいだろ、マックだぜ、マックいいだろ。